ワード2の2、ザ・ランズ・オブ・ザ・ポッキー。ポッキーよりは僕はもうプリッツ派なんで、これはもう負けても仕方ないですね。これはもう負けても仕方ない。ここは何？ヘイ、キノコか。プリッツ、そもそもなんかプリッツって何ねん？プリッツってさ、その3本のコットン、あぶね。なんか、別にそんな、落ち着けば勝てるの、全然そんな変なことしなすぞ。そこのアイテムの、オッケー、ぎっくり、ない、やっしょ。いけるいけるいける、ちょっと落ちて。ゆっくり、一発入れ、ナイス、オッケー。落ちて落ちて大丈夫大丈夫。でも中間もあるから、あーこれ、これさ、あーでもちょっと中間で、あい、でかくならなかったらアイテム取ろうと思ったけど、これあそこ中間でかくなれたから、これよし、1点もこっちの方がいい。オッケー、いけるぞ。あいつ死んだね、死んだね、みんなからさ、俺は死んだ、ちゃんと後ろにも目を配って、お前が死ぬところちゃんと見てた、いけ、ここ、え、待って、右回った、どうしよう、え、でもなんかゴール癖いいんだよね、その、 あの右はなんかあったけど、もうどうでもいい。ファインドザーコイン。コインを見つけろ。はい、わかりました。10コイン。10コイン1枚で書いてあるから、なんかみんなのバトルを起こす4つのレーンがあるコースかと思いきや、やっぱ普通にちゃんと、待って、ちょっと60秒しかないから、ちょっとこれは違うじゃん。これは違う。そこ、いや、いっぱいあるんじゃねえか。ま、見つけろとかじゃなくて、ちょっと待って、ドキドキって、じゃあ、お前その勝ち確じゃねえ、勝ち確じゃねえ、ありがとう。ウィガーズウッズ2の1。ウィガーってなんだ、最近さ、コース名、コース名じゃなくて、コースのあの、英語の意味がだんだん分かってきたんだけど、これちょっと押さなきゃダメなんか。別に俺押してもいいんだよ、押してもいいんだけど、なんかそうやってさ、なんか、おい、早く押せよみたいな、じゃあいいよ、じゃあ、もう落ちてくるの絶対、ざまみな、マジ、あ、俺の相手はピンクだけど、ピンクにクソ離れたってかさ、ウィガーってなんだったんだよ、グンバとかさ、グンバは、確か、クリボーで、ボーザーがノコノコだったんだよ、確か。そこら辺はちょっと勉強してるけど、ウィーガーってなんで初めて聞いたぜ、ウィーガーこいつらか、なんて言うんだっけ、こいつ。え、なんて言うんだっけ、俺、マリオのキャラクターみんな覚えてるの、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、こいつ。こっちか、これでいいんか。言うてピンクだ。あ、離れたよ、行こう。ウィーガーとか正直どうでもいい。お前に勝つことだけが全てだ。ウィーガー、こっちで。なあ、もう追いつけねえか、いや、あいつフラワーだから。え、これ、お前、左行っていいの、ちょっと、なんか、俺の方が、ウィーガーの勉強してから出直すんだ、これがウィーガーだ、見とけ、俺がウィーガー、 I'm my name is ウィーガー。 ニュー SMMW8 のエアシップ。この飛行船じゃん、この飛行船のところは、オートスクロールっていう、なんか勝手なイメージがあるんだけど、ここはオート、どんぐり絶対それ、君らどんぐり絶対必要だからね、言っとくけど、これ多分ね、いっぱい崖があるから、そのどんぐりを使ってうまくそれ行かなきゃ多分無理でしょ。上手い人ならまあ行けるんだけど、君たちは上手くない、僕。俺の唯一の武器が、いや、これだ、俺の唯一の武器はこうやって、死ねお前よ。これ知らないけど、すごい重力だ。こっち、はい。ちょっと置いてる、危ねえ。先にいるのが、青だ、青が後ろにいるんだね。ざーまー、よし、死んだね。こいつも殺せるぞ、次か。いや、こいつちょっと殺せるの頑張るわ。いや、無理か、さすがに。なんか遅くねお前、なんか。オッケーやった来たね、オッケー。マントモールスプルグ、スプルカーっていう山を登り行きました。この右上なんか、ジャンプすればいけそうだ。なんかこいつら、あ、やっぱそうだよね。やっぱ違うわ。これなんか山の入り口、山の中に入りました。僕なんだ、ルイージか。あ、それアイテム取ってもよかったもん。結構、ありがとう。僕のためにありがとう。いやー、あぶねー。今なんで俺来てたのわかんねえ。ちょっとこれ、8個。いやー、これ、ちょっとあいつ早くね。ちょ、アイテム取っていいかな、これ、すげえアイテム取りたい。え、なんであいつあんな早いの。で、P 押して、ちょ、取るわ、これ、追いつけない。何それ。うん、これやっぱフラットなきゃあいつに追いつけないよ。いったい。うん。あいつは死んだか先行ったか、どっちだ。あ、待って、マリオ死んでる。え、来たんじゃないですか。やっぱ熱くるアイテム乗った。いや、判断めっちゃ、マントスクプラももう終わりに近づいてる。スプクラは最高だった。デザートキャス、砂漠のお城って思ったけどね、普通にお城だね。そう。あー。いや、取った方がいいかも、ちょっと。ごめん、ちょっと、ごめん、投げる気は、いや、投げる気は確かにあった。ごめん、そこは否定しない。投げる気は確かにあった。ここでいいんかな？で、こっからがデザートなんかな？砂漠。あ、こっから砂漠なんだ。ちょ、アイテム多分取なきゃ俺結構きついから、ゆっくり、はい。パタパタが意外に君強いね。はい。こんなゆっくりして大丈夫？奴らは、おそらく、タヌキを取って、もう、無敵時間、ここ、取っちゃうわ。で、無敵時間は、で、行こうとして、できるだけ保持できなかった。ごめん、このまま、このデカ状態でキープしていくわ。で、多分ね、最後、ボスバトルあると思うんだよ。やっぱ、鍵が必要なんか、どうなんだろう。ちょっと、やだな。どうだ、いや、これ、いや、神コース、アイアム神。着生、いや、これ、適当だよね。一瞬、暗号かなと思って、ちゃんと見たけど、これはちゃんと適当コースだから、もう、これは負けても勝っても仕方ない。これは、もう、
一応見てみる。なんかありいやないいやなんかいやなんかちゃんとありそうだな。なんかいやないね。ルイージがこっち来てるってことはないもない。こっち行っちゃう行っちゃう。もう俺を一生懸命乱れちゃってただお前中間取ったらザーマーミロ死ぬんだな。絶対死ぬ絶対死ぬ。いや死ぬじゃない。もうこいつが死ぬの待ってダメだ。殺せ絶対ないか。いや上俺が次は俺が上取った。お前一生上下でやった。バーサス砂漠のバトルコース。最近マジでバトルコースの勝率悪いんだよな。ほんとみんな強えわ。じゃお願いします。ここは僕の名ルイージ。赤のとこに入っていきましょう。俺の名ルイージ。お願いします。下じゃないこっちか。いやみんな引っかかったはず。俺が引っかかったらみんな引っかかった。トントントンコインの奇跡に従って。はいはいはい。コインの奇跡があるのマジありがたい。ちょいつも俺ねどこに行きゃいいんだってなっちゃうから、このコインの奇跡があるのマジありがたいね。これはちょっと勝ちたいね。ここ素晴らしくいいコース。あそこ土管入ってもう一回買えばいいか。でもさ、俺がさ、一番下にいない。一番下にいるの俺だよね。これ一番だよね。聞いた。ただ待って、コインの奇跡がなくなっちゃった。2周すると思ってないから、そのコイン全部取っちゃって。全然覚えてる。記憶を掘り返して、ちゃんとこっち行って。はい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 。で、こっちね。はい、こっちね。はいはい。で、ストーン。あ、勝った。一番俺勝ちましたよね。オッケー。あいつはまだ全然上だよ。オッケー。で、ここ、落ち着いて。勝ってるよね。コインでも、もういいだろ。ない。まだ、でもコインの奇跡あるのはすごいあれだ。2周するとか、あるかもしれないけど、コインはできるだけ残しときなんだけど、ダメだ、絶対取っちゃう。こっち、はいはい。で、あ、やっぱそうだよね。俺が一番だ。マリオ来てるけど、全然大丈夫。僕の一番、危ねえ。多分2周目ないだろ、これ。もう奇跡、コインの奇跡に、思う存分従って。こっち見て、あ、神。200、いいね、キヌンコース。今200もいいねもらってんだら、やっぱりその、まあ、いいコース。待って、おいちょっとなんであいつにバルーン渡しま、青の責任だからな全部。ちょお前さすがにお前ささっきの責任感じで。おお前200い記念いいねコースだろ。まだちょっと なんで俺捨てちゃった。捨てていいか。いっちゃで、なんかまだありそうじゃない。なんかその爽快コースみたいな感じかな。なんかさ、前なんかちょうどなんでお。シンプルなバトルコースその3。この度はシンプルなバトルコースその7をシンプルなバトルコースその3と言い間違えてしまい、本当に申し訳ありませんでした。どこ入るか。慣れてるんだよね、このコース作った人は。いや、お前らも慣れてるわ。すげえ、はい。くにゃって。本当にごめん。いや、マジでごめん。いけるか、いけないか。さっきの本当やっ、コース名の謝罪とか正直どうでもいいんだ。本当にこれは勝てなくて本当にごめんなさい。ニュースバーマリオウィスイッチレベル2の1。英語読むのに必死でちょっと全く分からなかった。このやっぱり英語やっぱさ、英語慣れしとかなきゃダメなの。その、コースをその英語のその意味を考えるんじゃなくて、その読むことに必死になってその意味とか考えてる暇ないわ。ちょっとちゃんとさ、もう勝つんだ。もうこのモードで勝つんだったらちょっと英語の勉強そろそろ本格的にしなきゃダメだな。全く分かんねえわ。マリオが先に言ってるけど、どうせあいつもあれなんだろうな、きっと英語意味しない。あ、言うてん、あ、この手なんか、ドゥムス貴様。あのさ、さっき思ったことちょっと言っていい。これさ、あのこっちどう、あ、こっちどうどうですか皆さん。あのこっちどうですか。